はいどうも、西中さん。今から給食の画像を5枚見せます。そのうち2枚は刑務所で出てくる飯、いわゆる無所飯だ。どれが無所飯でどれが学校給食かわかるかな？簡単だよね。まず A、 コッペパンと焼きうどんと何これ、あと牛乳。 B、 味噌汁少な、肉じゃが、ストロベリーフレッシュ、白米、焼き海苔、あとは牛乳。全体的に少なく見えるね。 C、 うっこれやばいね。山菜とじゃがいもと人参のスープ、わかめのふりかけがかかった白米、ちくわ揚げ、あと牛乳。ちくわ揚げのお皿はこれが正解なのか。 D、 おー明るい。味噌汁ともやし炒め、春雨サラダ、麦ご飯、なんといっても焼き魚がある。めっちゃ豪華に見えるね。 E、 おーさっきのと似てるね。焼き魚がある。焼き魚があると豪華に見える。味噌汁とサラダ的なもの2品と麦ご飯。 ABCDE どうだった？みんな給食は食べた経験あると思うから大体わかるはずだよね。はい、じゃあ答え合わせします。 A が刑務所飯だと思う人。はい、あ、なるほど。A は学校給食でした。 B が刑務所飯だと思う人。なるほど。 B は学校給食でした。C が刑務所飯だと思う人。あ、なるほどなる。さすがにこれはね、うん、C は学校給食でした。ということで D は刑務所で食べる飯、無所飯。 E も刑務所で食べる飯、無所飯でした。やばくね？刑務所の飯の方が豪華じゃね？特に C よ。なんだ？なんだこれ？はい、D 見てからの C。やばくね？がっかりしながら撮影してるんだろうな。蛍光灯の光まで悲しさを演出してるように思える。これが今の Z 世代の学校給食らしいです。食べた気しないだろこれ。なぜ学校の給食が今こんなことになっているのか。一つの要因が給食費の未納問題です。公立学校では小学校 41.5%、 中学校は 58.5% の割合で給食費未納の児童がいます。つまり全国の小中学校のほとんどで給食費の未払い問題を抱えているってことなんだ。物価高騰、光熱費高騰、もう無理無理無理。電気代も6月からまた上がるって。給食費なんて払えるお金ありませんってことなんだけど、子供の発育に関わることだからね、早急に対応すべき問題だと日中思います。うん、学校給食費を払わない親たちの払わない理由。義務教育は無料だから払わない。勝手に出しておいてお金を取るな。子供が給食はまずいって言ってる。うちの子は小食なのに値段が同じなのはおかしい。給食費を払わない方法として参考にしてはいけない、ただの呆れた言い訳です。さらに強者になってくると空っぽの給食費袋を子供に持たせる、間接的に喧嘩を売ってくる親もいるらしい。みんなはそういう保護者には絶対ならないようにね。ちなみに給食費の未納が続くと本当に給食が出せなくなって品数が少しずつ減っていくケースが本当にあるから気をつけてね。ある自治体では給食費の未納がかさんでデザートに出す予定のプリンが出せなくなったという報告もあります。3ヶ月未納が続いたら給食が提供できないので弁当を持参するようにと通知した自治体もあります。こんな学校給食を子供たちが食べていることを想像したら涙が溢れて出てきゃ。家計が大変なのはわかるけど、切り詰めるところを間違えないようにね。ちなみに A、 B、 C、 D、これらの画像のうち刑務所飯はどれとアンケート取ったところ6000票以上の投票がありました。その結果正解の A を抑えて C が一番刑務所飯に見えるという結果が出ました。C は学校給食です。悲しい。給食の時間って大人になっても覚えているくらい大切な時間だと思うんだ。好きな女子が牛乳を口に含んだ時に笑わせて吹き出させる、あれ僕もよくやってたんだけど、いざ吹き出されたら汚くてその子のこと嫌いになりました。でもそういう思い出って大切だと思うから、牛乳だけは給食に出し続けてほしいと思う。西中でした。また次もさ見てくれよな。